今のレベルは前の3倍。あの時よりは楽にクリアできるはずだ。フィールド？東京全体をダンジョンにしてしまったのか。悪魔の魂1万個ってことは1週間で終わるかな。これ2階に上がろう。創刊移動魔法陣はあっちの方にあるか。魔獣兵、ドイツでもいいから出てくれ。群れのボスだったアイスベアか。さてと行ってみますか。魔法陣まで突っ切ってくれ。こっちの番だ。はっきりわかる。侵入許可証を持つモンスターを倒して創刊魔法陣から次の階に進む。すぐに上がれるんじゃないか。お前たち何してるんだ。これがどうした。まさか競争でもしてたのか。はあ、狩りのやり方は自由だし、競争しようが休もうが構わないんだけどさ。余計な面倒は起こすなよ。そういえばレベルアップに気を取られてて、こいつらのことを考えてなかったな。全員戻れ。勝負してみないか。それじゃあ行こう。本当に大した実力だな。気になることでもあるのか。イグリッド、条件があるのか。いつかお前が話せるようになったら、その時はお前たちのこといろいろ教えてくれよ。もう少しスピードが欲しいんだよな。できるのか。ちなみに分かった、やめろ、落ち着け。お前の方が早く見つけられるって言いたいんだろ。なら見つけてこい。
興奮して送還侵入所まで吹っ飛ばしてしまわないように隣で見ておかないとな。くらえ、無駄だ。またか。なんでさっきからいつも俺の前まで持ってきてからとどめを刺すんだ。それで送還侵入所はどこだ。よし、忘れてなかったな。見つけたのは良かったがタイムオーバーだ。今度はできるな。単純なやつ。保存された影の種類がかなり増えたな。アイスベアを影の兵士にしたのは賢明な選択だった。凶暴な性格じゃなければもっといいんだが。お前たちは今まで通り好きなように走り回ってれば良さそうだな。でもこの光景どっかで見た気が。あ、犬の散歩をしてる飼い主か。おい、そんなの食べるんじゃない、ペイシロ。わかったよ、好きにしろ、俺は知らないぞ。思ったより連携がいい。雪山でずっと群れで生活していたからか、経験はある程度残るみたいだし。タンクがうまくやってくれているし、特に気にしなくても良さそうだ。見た目は違っても結局同じ影の兵士だな。今はそれを確認できただけでも十分だ。残りは奴らだけか。お前たちは特に問題ないだろう。いつも通りやってくれればいい。初めて手に入れた一番長い時間を共にした兵士、特別なのは当たり前だ。普段と同じようにしてくれ。いつまで座ってんだ。思ったより簡単。傷を負わせられそうなのはボルカンの頭くらい。避けようのない状況を作って、まずはあの動きを封じ込まなければ。あれだ、
さすが。最高級魔法道具の材料か。捨てるのもあれだし。すごい効果だけど。魔法攻撃力が2倍になるとか。これを。発射！すごい。この弾、女王と不可の文字がどこにもないぞ。魔法系ハンターなら喉から手が出るだろう。